達也が生活音なんかさ、はい、ビートボックスできないかみたいな。ああ、そうですね。なんか電車とか何でもいいんだけどさ、電車が開く音、うんうん、山手線のどうなんだっけメロディーとかさ、うんうんうん、駅ごとに違いますね。例えばこう LINE でタップする音とか、あすげえ、みたいなやつをやったりとか、かける時の音か、はいはいはい、はい、早い、すごい早い、早い作れます、作りましょう。 LINE の曲タイトル、 LINE、 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 おー、 LINE、 LINE できないでしょ、だって言ってそんなみんなだって一人ならまだしも何を、いや、LINE 使ったことあるでしょ、皆さん。あります、あります。だから多分できるんですよ、多分。なるほど、そういう仕組みなんです。それやったらもう全員できない。やってみましょうか。なるほどね。いや、こんなんあんまり考えすぎない。そうですね、無心でやれば多分、うん、流れ、そうやって僕たちは多分やってきたんですよ間違いないです。打ち合わせとかせずに僕たちたどり着いてしまった流れで、乗り行きでやってきたところがある。確かに、いけるいけるですか。
ハイタッチ。曲がこんなに距離感がこんなに良くなると思う。距離感が曲がこんなにあのなんかコミュニケーション取れるのにハイタッチ。タッチの仕方を教えてよ。こう出す出して。こうだから音でまず叩いてこう。ちょっと押してください。こうこうパンやってこう。はい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 。これだけ？パンパン。あ、かっこいい。かっこいい。もうこんなね。タクシー呼んでる人みたい。チャンネル登録よろしく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 。チャンネル登録